はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、住友精華ですね。この銘柄めちゃくちゃいいと思うので、ご紹介していきたいと思います。おすすめポイント2点ございまして、1点目がですね、株主還元意欲が高い点で、2点目が、原材料価格の下落の影響で、おそらく来期増収増益になるんじゃないかっていうところがありますので、そこの話できればと思います。はい。で、まず2点目の方からですかね。今これ決算短信、直近5月12日に出てる決算短信なんですけども、今期の売上っていうのが、売上高1400億円で、最終純利益が85億で、プラス45で7%ですかね、増益している形になってますと。で、来期の見通しが売上高4.9%増収で、利益の方がマイナス24.3%下落見込みになっています。はい。なんですけども、これの見通しの前提っていうところがですね、国内のナフサ価格ですかね。はい。この国内ナフサ価格、原材料となり得るナフサの価格がですね、今、1キロリットルあたり6万5千円っていう前提を置いてるんですけども、この価格を見ていきますと、今ずっとですね、2022年4月が一番高かったんですけども、そこからずっと今下落してきていて、直近2023年ですかね、7月、8月、9月の平均が6万1500円なので、この前提ですね、6万5千円から6万1500円という形で結構下がってきているというところで、おそらく利益上振れするんじゃないかっていうのを見ている点が、一番大きいですかね。で、2点目がですね、9月の権利日銘柄になるんですけども、9月、3月の権利日の銘柄になっておりまして、決算短信上を見ていきますと、ここですかね、中間配当が100円で、期末配当が100円で、合計200円配当出る見込みなんですけども、はい。先ほどの原材料価格、下落の理由から、利益も上振れする、かもしれないというところで、配当も増額される見込みがあります。今のところ200円据え置きですけども。で、単純に今の200円でも、配当利回りが4.5%とめちゃくちゃ高い利回りなんですが、優待もありまして、3月、9月権利日で、1000円相当のクオカードがもらえます。はい。保有条件が6ヶ月以上になりますので、今から保有された場合、9月の権利日には間に合わないんですけども、こんなクオカードも、配当もあるし、クオカードもあるっていうところで、結構魅力的かなっていうところがあり、この住友精華ですね。ちょっと今回動画でご紹介という形になります。はい。以前、ご紹介した時はですね、2022年2月6日になるんですけども、この時も情報修正とか発表していましたが、この時以上にですね、株主還元、配当政策30%っていうのを掲げましたので、はい、今年。それによって大幅増配、利回りも高くなったっていうところで、改めて1年越しの、ご紹介になりますね。はい。というところで、ちょっと詳しく見ていきたいと思います。はい。で、まず、住友精華ですけども、ケミカル系の会社というところで、主力は紙おむつ用の吸水性、樹脂になります。はい。海外売上高とかも結構ありますね。で、PR が9.1倍で、PBR が0.7倍という形で、結構割安な銘柄になっています。過去の、PR 平均とかを比べてみますと、PER がですね、過去平均でいくと、92倍はちょっとやばいですけども、8倍、7倍、7倍、6倍という形で結構ですね、過去4年は割安だったんですよね。はい。で、今は直近何倍かというと、もう9倍という形なので、少し株主からの期待値っていうのも上がってきているのが伺えますと。はい。で、ROE が9.9%っていう形で、ROE 8%超えてますし、自己資本比率も68.4%と、高めですね。はい。財務上問題ございませんと。で、配当が4.5%の利回りですと。で、売上高ですね、直近5年で10.8%、YoY で、増えてますけども、はい。これはですね、原材料価格が高騰しまして、売上をですね、価格転換するために、商品に、値上げしたっていう効果がありまして、売上高も増収になってます。で、その分利益とかもですね、乗っかってきているっていうところで、今、大体価格、転換のところは終了しているみたいな話もありましたけども、ごめんなさい、それは嘘かな。はい。原材料価格上昇分の、販売価格への転換ですかね。吸水性樹脂のところは、為替の影響などでよって、増収増益だっていうふうに書いてありますね。
というところで、結構好調ですと。っていうところがありますね。で、配当政策の方を読み上げますと、連結配当成功30%目っていうのがどこかにあるはずでして、ここですかね、配当成功30%以上を基準にしますよっていうのがありまして、その結果、非常に高配当になったっていうのがあります。で、直近の決算短信ですけども、このような形になっておりまして、売上高23.8%増収の1400億円。最終純利益は45.7%増益の85億という形になっておりまして、1株純利益は636円、EPS 636円です。で、ROE が10.4%で、ROA が8.8%、そして営業利益率が7.3%という形で、結構改善してきているというのが見て取れると思います。で、資本状況は特に問題ないですし、キャッシュフローもですね、本業でしっかり稼いでいる中で投資とかをしているっていうので、この数字見えていると思います。で、配当は一応通期予想が売上高4.9%増収の1500億円、最終純利益の方がマイナス24.3%減の65億円という形で、 EPS が481円になってますので、今期が636円の EPS から来期予想は481円という形でも100円以上下がってはいますが、配当は200円というところを守りますよというところですね。で、配当成功でいきますと、200割る 481.77×100 なので、配当成功41%という形で、ちょっと高めですが、30%以上をキープしているというところで、減配しないぞというのが、ここら辺伺えるかと思います。で、さらにこの配当成功30%下回るようであれば、なので、国内のナフサ価格の方が下落していって、利益が上がっていく場合があれば、ここ増配する可能性もあるかなっていうところですね。で、次、テクニカルですね。チャート見ていきますと、ここで、2022年11月に大きく株価上昇してますけども、ここは連結配当成功30%目のにするぞっていう発表があったところですね。で、そこからも需給非常に良くなっていまして、今、移動平均線も、各移動平均線ですね、20日、60日、120日、移動平均線すべて上向きという形で、パーフェクトオーダー銘柄になっております。で、高値のところでいきますと、ちょっとここら辺にですね、今、ちょうど株価4400円で、一番最近のレジスタンスラインですかね、抵抗線とかでいくと、4500円ぐらいが抵抗線になりうるかなと思ってまして、ここ今ちょっと超えれないっていうところはありますが、権利日9月近いっていうのがあり、中間配当も100円ですかね、半分出ますので、利回りでいうと 2% 分出ますし、権利日もあるので、ちょっと今後株価、買い圧力も高くなってきて、この4500円を超えるようであれば、かなり美味しいかなと思います。買い需給も優位ではありますが、ちょっとこの4500円超えれないっていうところはあるものの、9月権利日に向けて、買えるんじゃないかなっていうのが、見通しですかね。で、もう少し先の話ですかね。ちょっと今短期中期の話しましたけども、長期的な視点のところで見ていきますと、まずですね、ここら辺の、増設計画とかを見ていくと、まず中期の経営計画時の前提として、ロケーションアジアの方で、投資額140万ドルぐらいですかね。で、2025年ぐらいを前半に、動かすような工場っていうのも今計画しているぞみたいなのもあります。で、いろいろ合理化とかも今進めてるっていうところで、2022年度までに約50億円の合理化とか、できているっていうところで、今後もそこの合理化進めていくぞっていう話があったりだとか、あとは販売状況とかでいくと、2023年度に入りまして、南アジアだとか回復基調になっているよ、で、中国とか日本はもう堅調ですよみたいな形の話があったりとか、するので、結構ポジティブな話が多いかなと思います。半導体系のところは若干生産縮小しますよみたいな話もあったりはしますけども、販売価格も販売量も減少してますよって話はあるものの、
メインの吸水性ポリマーで結構稼げているっていうのもありますので、そうですね、はい、ここ吸水性樹脂っていうところでしっかり売り上げ伸びてきている、売上利益伸びてきているっていうところがありますので、まあこれ今後も続くんじゃないかなっていうところですかね。はい。まあエレクトロニクス系とかも、研究開発とか、はい、いろいろやっていくぞっていうところで、まあ、例えば新しい吸水性樹脂、これずっと話してますけども、住友製菓の方では、はい、2024年度めどに、新しいパイロット設備、建設が、できるぞみたいな話もあったりとかして、2024年、もう今年なので、はい、ここら辺にも期待ができるかなと思ってます。はい、そんな感じですかね。はい、まあ、ちょっともともとかなり優良な銘柄ではあったんですけども、まあ、優待内容も魅力的ですし、配当利回りも4.5%あり、権利日9月ですかね、直近、中間配当100円あるっていうところで狙える銘柄かなと思いますので、まあご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、もし気になった方いらっしゃいましたらウォッチしてみてください。はい、という形で簡単ですが以上です。最後にご覧いただきありがとうございました。